皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、実質証書遺言のルールが変わりますという話をしたいと思います。平成31年の1月の13日から実質証書遺言の作成の要件が少し緩和されました。今日はその話をしたいと思います。整理しますと、遺言には公証役場で作る公正証書遺言、それから全文を実質書く実質証書遺言ってものがありました。で、今回買ったのはこっちの実質証書遺言の方です。実質証書遺言の要件としては、全文を実質で書くこと、日付を入れること、名前を書いて印鑑を押すこと、これが要件でした。で、このうち緩和されたのは全文を実質書かなきゃいけないよっていう部分です。具体的に言うとですね、財産目録に関しては手で書かなくてもいいっていうふうになりました。財産目録っていうのは、例えば財産目録1に書いてあるものに関しては配偶者に相続させますよ、2に書いてあるものに関しては長男に相続させますよっていうような場合、そうするとその物件、不動産をこうバーッと宅地、何丁目何番の土地で宅地で何平米とかってね、こういうふうに書いていかなきゃいけないですね。で、預貯金に関しては何々銀行、何々支店、普通預金何番とかとこう手で書かなきゃいけなかったんです、全部今までは。で、これがね、結構大変なんですよ。やっぱりその遺言ってもうご高齢の方が書く方が多いので、もう僕がこういうふうに書いてくださいってこうパソコンで作ったものをお見せして手で書いてもらう。そしたらもう途中で疲れちゃって、もう今日はこのぐらいで勘弁してちょうだいとか、うちに持って帰ってゆっくり書かせてちょうだいとか、こういうふうになっちゃうことが多いんです。で、途中で書き損じちゃうとか、そういうことがあるんですね。で、そのそういうことをまあ緩和するためにそういうふうになりました。で、手で書かなくていいっていう意味はですね、パソコン作って印刷したもの、あとは不動産であれば、登記簿謄本をコピーしてつけても構わない、預貯金であれば通帳をコピーしてつけても構わない、あるいは誰かに代わって書いてもらっても OK です。そういうふうに変わりました。で、これはね、すごく、緩和されたのはとても歓迎すべきことだと思うんですけども、注意点としてはですね、そういった手で書かなかったものに関しては全ページに署名捺印をするってことになってます。全ページ、ですから裏表に、両方書いてあるような場合には、印刷してあるような場合には裏表両方に署名捺印をしないといけないってことになります。ただですね、ちょっと注意点としてはですね、僕非常に心配なのは、ただでさえですね、実質証書遺言というのはやっぱトラブルが多いんですよ。これ本当に親父が書いたものなのかよ、実質筆跡が違うじゃんとかって話だったりとか、これ書いた時だってもう親父はもう認知症だっただろうとかって話だったりとか、無理やり書かせたんじゃないのとか、そういうことがね、やっぱ実質証書遺言の場合起こりやすいですね。やっぱり今回も使いやすくなったのはいいんですけれども、例えば本文と物件目録をこう物理的にこう1個にポチで留める袋閉じをするってことまではね、求められてないんですよ。ですから本文と物件目録が別々のところから出てくるってことはね、起こり得るんです。そうすると、例えばこれ物件目録誰かこれ差し替えたんじゃないの、こういうことがね、やっぱり起こるんじゃないかなってことがね、不安でしょうがないです。我々の立場としては公正証書遺言をお勧めしたいんですけれども、もちろんね、実質証書遺言はダメだって言ってるわけじゃないんです。例えば費用は絶対かけたくないような方、あるいは公正証書遺言を準備したらもうその間なくなっちゃうよっていう方、あるいは絶対遺言を作ってることを知られたくない、公正証書の場合は、印鑑証明取らなきゃいけないとか、我々のものがこう出入りするとかってことで公正遺言を作る準備してることがね、分かっちゃうんですね。実証書遺言ではもう手で書けるので、割とすぐ準備できる、知られずに準備できるってことがあると思うので、そういう事情がある方はですね、実証書遺言構わないんですけども、ぜひですね、せっかく作ったけど使いませんでしたってことじゃ意味がないので、専門家にですね、相談をしてきちんとしたものを準備していただきたいなというふうに思います。今日は実証書遺言の改正についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。